昭和のデュエットで今もおなじみの曲といえば別れても好きな人ですが当時の歌手は今どんな生活をしているのでしょうか音楽バンドロス・インディオスは現在も活動していますがやはり気になるのは女性歌手シルビアさんのその後シルビアさんは芸名こそ外国人を彷彿とさせますが 正真正銘の日本人です。ソロデビューしてからもステージに立ち続け、歌声を届けていました。しかし、2010年、52歳の若さでこの世を去っていたことが分かりました。まだまだこれからという時に、一体どんな出来事があったのでしょうか。今回は、 シルビアさんの晩年やご家族、ヒット曲について詳しく紹介します。まずはシルビアさんのプロフィールを改めて見てみましょう。本名は松田理恵子さんといい、出身は大阪で、高校時代にはバレーボールをやっており、セッターとして汗を流していた時期があったそうです。 後に歌手になりたいと地元のクラブで歌を披露するようになり、それがロス・インディオスメンバーの目に留まったのだといいます。身長は165センチと、ロス・インディオスの面々と同じくらいの背の高さで、リーダーの棚橋静夫さんは、歌も良かったんだけど、決め手は身長。 ジャケット撮影などで並んだ時に綺麗に揃うからと明かしています。この頃は男女のデュエット曲が数えるほどしかなく、チャンスは今だと考えた棚橋さんは、女性歌手をメンバーに加えることを考え、選んだのがシルビアさんでした。歌手として第二の人生を歩んだシルビアさんでしたが、 2010年11月28日、52歳でこの世を去りました。あまりにも早い別れに、多くの人が驚きを隠せなかったようです。死因は肺がんでした。2009年5月、肺がんのステージ4と診断され、しかも多臓器への転移も見られるほど、 深刻な状態だったと言います。手術の施しようもなく、シルビアさんは入退院と放射線治療を続けました。告知の結果は一部の親しい関係者にしか病名を明かしていなかったようで、5ヶ月後にはシングル愛の街稲城をリリース。人知れず病魔と戦いながら、 精力的にコンサートを開いていました。しかし、体調は悪化する一方、2010年9月に再び入院となり、懸命の治療が行われましたが、そのまま帰らぬ人となったのでした。1982年、ヒット曲アマンで共に歌った菅原洋一さんは、 ここしばらくシルビアさんと連絡がつながらず心配していた。関係者から入院の事実を聞かされ驚きましたと話していたほどなので、周囲に気づかれないほど気丈に振る舞っていたのでしょうね。傍らにはずっと長男とかつての夫、と久さんが寄り添っていたと言います。と久さんは シルビアはずっと自身の病についていつ息子に打ち明けるべきなのか悩んでいましたと話します。長男は高校生で野球部に所属していました。寮生活をしながら部活動にも勤しむ生活を送る我が子にもしも自分の病気を知らせたら大切な青春時代を台無しにしてしまうんじゃないか。 シルビアさんは母親としてそう考えていたのでしょう。悩んだ末、甲子園予選を終え、長男が自宅を訪れたタイミングで癌のことを告げました。そして、歳久さんと長男、シルビアさん三人の生活が再び始まったのです。息子が近くにいるのが大きな励みになったのか。 シルビアさんの体調は不思議と良くなっていったと言います。シルビアさんは最後の公演でも長男について触れており、楽屋で息子が大学を卒業するまでどうにか踏ん張ってステージに立ちたいと話していたそうです。年久さんと長男は最後まで彼女のそばを離れませんでした。 文字通り、別れても好きな人に見守られながら、シルビアさんは52年の生涯に幕を閉じたのです。母の愛情をたくさん受けたシルビアさんの長男は、その後、どんな道を進んだのでしょうか。長男の名前は中山喜大さんといい、高校卒業後は、 中央大学理工学部に進学しています。高校生の頃まで目指していたプロ野球選手の夢は諦めたものの、後進の育成に力を入れており、元巨人軍の篠塚和則さんが運営する野球塾で初代コーチを務めました。その傍ら、強く興味を持っていたのが音楽です。 ただそれは漠然としたもので、具体的に何をするのかは考えていなかったと言います。当時のアルバイト先で出会った先輩で、ロックバンドキートークのメンバーである寺中智正さんから、これなら教えてあげられるよと言われたのがきっかけで始めたのはギターでした。やがて自身の CD の売り上げを資金に、 43日にわたる日本列島ストリートライブ旅に挑戦。現在はラジオ番組の運営もやっていますが、音楽活動も続けているようです。2021年には寺中さんが作詞作曲を手がけた電光石火をリリースしています。最後に改めてシルビアさんの代表曲、 別れても好きな人について紹介します。1979年に発売された同曲ですが、実は彼女が歌う以前にリリースされていました。1969年に松平けめ子さんが歌ったのがオリジナル版で、半年後にはパープルシャドウズがカバーしています。さらに、 1975年、シルビアさん加入前のロスインディオスも歌っていますが、どれも大きなヒットには恵まれませんでした。1970年以降、この手のムード歌謡はすでに時代遅れと言われていました。かつての国民的スター、石原裕二郎さんの、よぎりよ今夜もありがとうでさえ、 1967年のリリースです。別れても好きな人が注目を集めた1980年になると、松田聖子さんの青い珊瑚章や、モンタブラザーズのダンシング・オールナイトのように、ポップな楽曲が流行っていました。それらの楽曲に混じって、なぜ同曲はヒットナンバーの仲間入りを果たせたのか 他でもないシルビアさんの功績が大きかったのではないでしょうか。シルビアさん加入後の別れても好きな人は少し歌詞が変更されています。彼女がソロで歌う区間はもともと青山の地名が入っていましたがそれを原宿に変えたのです。当時21歳のシルビアさんにふさわしいのは おしゃれな店が軒を連ね、時代の先を行く原宿と考えたようです。同様の変更は2番の歌詞にも現れており、まみなが高輪に変えられました。大人同士のムーディーな雰囲気の歌詞を、若い女性と年上男性の恋愛に置き換え、曲の雰囲気も華やかに、 広い世代が親しめるような世界観に変えたのです。さらに同曲をヒットに導いたのが B 面に収録したボーカルなしバージョンです。いわゆるカラオケバージョンで当時は珍しい試みでした。親しみやすさに重点を置き、特に世の中の男性はスナックの女性と肩を並べられる。 貴重な数分間のために必死に練習したのだと言います。これらの理由からもシルビアさんの残した功績は大きいと言えるのではないでしょうか。彼女の名を世に広めた別れても好きな人は現在も多くの歌手に愛されています。2023年11月にはルジュさんがカバーしており、 今後もきっと歌い継がれていくことでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。